7人のゴッドウォーリアのうち6人までを倒し、6つのオーディン・サファイアを手に入れた聖夜たち。残るゴッドウォーリアはアルファ星ドゥーベのジークフリートのみ。しかしこのジークフリートこそ北欧神話最大の勇者であり、7人の中でも最も恐るべきゴッドウォーリアなのだった。これがアスガルドの神オーディン。するとあれがバルムングの剣。ヒルダを目覚めさせるには全てのゴッドウォーリアを倒し、あの剣を手にしなければ。お前はアルファ星ドゥーベのジークフリート。アテナのセイントがここまで来れるとは。まずは褒めてやろう、ペガサス。あいにくだが、俺が欲しいのはジークフリート、お前の持つ守護石オーディン・サファイアのみ。それさえあればヒルダを目覚めさせ、アテナを救うことができるんだ。ヒルダは何者かの手によってニーベルンゲンリングをはめられ、操られているに過ぎない。バカな、オーディーンの地上代行者であるヒルダ様を操れる者がこの世に存在するとでも言うのか。もはや問答無用。たとえお前がどんなに傷ついていようと容赦はせぬ。なんだと、初めから手加減できる相手かどうか、これを受けてから言うんだな。くらえ、ペガサス流星剣。何、俺の流星剣がジークフリートの体に届く前に。これ式の剣、避けるまでもない。セイヤ、大丈夫か。奴が7人のゴッドウォーリアー最後の一人か。この男は俺たちが倒す。どうしてもというなら仕方がない。行くよ。このジークフリートに勝てると思うのか。ファイト。誰が相手でも同じだ。アテナのセイントの時、このジークフリートの敵ではない。ドラゴンブレーベルダブルバード。そんな攻撃は。なんと。ドラゴンブレーベルダブルバード。そんな攻撃では。守れチェーンよ。なるほど、なんと。それが噂に聞くアンドロメダチだが、守るだけでは私には勝てんぞ。どうした、お前の実力はその程度なのか、アンドロメダ。アルファ星ドゥーベのチークフリート、なんと恐ろしい強さだ。やっとここまで来たんだからね。あなたに負けるわけにはいかない。残念だが、このジークフリートはもはやお前たちに勝つ術は何一つ残されていない。北欧アスガルド一の、せめて一撃であの世に行かせてやろう。ドラゴンブレーベストブリザード。とくと味わえ。僕だってアテナを守るセイントの一人。アテナを救うまでは倒れるわけにはいかない。言ったはずだ、貴様たちの力ではこのジークフリートは倒せぬ。なんと、KO ウィナー。僕の力だけではここまで来れなかった。これでいいんだ。これで私を倒したつもりか。甘い。
バカな、あれだけの攻撃を食らっておきながらこの男には俺たちの力が通じないのか。聖夜、みんな、一騎、俺たちに構うな。ジークフリートこそ最後のゴッドウォーリアー、奴さえ倒せばアテナを救えるのだ。時間がないぞ、死ぬ。俺たちはたとえ友の屍を乗り越えて必ず目的を遂げると誓い合った。このシリューが必ずジークフリートを倒す。はあ、俺の闘気が全身に満ちるとき、背中の竜が天に舞い上がる。受けよ、ドラゴンシリュー最大の奥義、ロザン昇竜派。何、昇竜派まで通じないとは。まさかこのジークフリートという男、伝説によれば退治した海竜の返り血を全身に浴びたジークフリートは不死身になったという。まさかこの男は伝説のごとく不死身の体を持つというのか。そんなバカな。次はこちらの番だな。行くぞ。このシリュー、全力でお前を倒す。このジークフリートに勝てると思うのか。ファイト。オーディンバーン。貴様がドラゴンシリュー、クロスの危険にその私を倒せるとでも思っているのか。倒してみせる。この命をかけて、この一撃で決める。ジークフリートという男、なんという強さだ。一瞬でやられる。お前たちがアテナのセイントの時は、いや、この世に私を傷つけることのできるものなど存在せず。なんだと、この一撃で決める。無駄な山昇竜派。これ式のこと、逃がさん。ドラゴンブレーベストブリザード。やはりクロス抜きで戦うのは無謀だったよ。わからないか、ジークフリート、死と隣り合わせの排水の陣に立ってこそ行かれたのだ。行くぞ、ロザン優勝。この命燃え尽きようとも、命と引き換えにしても、なんと勝利をもぎ取ってみせる。のジークフリートとはいえ、必ずどこいいな。この最強の剣と盾の前に敵はない。こんなことでは竜の名折れだ。まるで歯が立たない。この俺に万に一つの勝機もないのか。俺のコスモに直接語りかけてくるこの声は、老子、諸刃の剣ですか。いつか老子が話してくださった。諸刃の剣は使いようによっては最強の武器となる。しかし同時に自らを傷つける危険も持つ。つまり最強の剣には最強であるがゆえに、その剣の中に弱点がある。貴様、私の最大の剣を浴びながらまだ立ち上がるとは。まだ死ぬわけにはいかぬ。老子のおかげでお前を倒すわずかな可能性を見つけたというのにな。私を倒すわずかな可能性だと、よかろう。そんなものがあるのなら試してみるがいい。受けよ、ドラゴンブレーベストブリザード。見えた、ロザン昇竜派。でぇー、シリュー、貴様知っていたのか。シリュー。セイヤ、
俺と初めて戦った時のことを覚えているか。あの時お前は俺が昇竜波を放つ際、一瞬の隙ができることを見抜いていた。それはかつて老師に指摘された昇竜波の唯一の欠点だった。まさかジークフリートにもシリュウと同じ欠点が。そういえば伝説上の不死身の勇者ジークフリートも。そうだ、伝説によればジークフリートは退治した海流の血を浴びて不死身となった。しかしその時、一枚の木の葉が左の背中に張り付き、そこだけ生身だったのだ。そしてその唯一の急所を貫かれて命果てた。この伝説がゴッドウォーリアーとして蘇ったジークフリートにも宿命として残っていたのだ。昇竜波を撃つ時と同じくジークフリートも最大の力を右拳に乗せるため、一瞬だが左拳がわずかに下がり、心臓がガラ空きとなる。まさに一枚の木の葉が覆った場所と表裏一体となって通じているのだ。見事だシリュウ。しかしペガサスよ、これだけは教えておいてやろう。私が最大の剣を放つとき、左拳がわずかに下がる。だがシリュウのそれが千分の一秒の間とすれば、私は十万分の一秒以下。そのわずかな一瞬にこの心臓を貫くことができるとでも言うのか。たとえ十万分の一秒だろうと、その一瞬に俺の全てをかける。今こそ燃え上がれ俺のコスモよ。このジークフリートに勝てると思うのか。ファイト。容赦はせぬ。シリュウが自らの命を懸けて教えてくれた。ジークフリートの弱点決して無駄にはしない。いや、この友情の絆無駄だ。この男を殺したくなかった。いや、負け、負け。私が初めて奴らながらも恐れというものを感じた。だがペガサスよ、それゆえにこそペガサス、このジークフリートの名誉にかけてお前の挑戦を受けてた。貴様のコスモなど私の前では何の役にも立たん。この男のまっすぐな瞳を見た。お前のその力は一体。これで決めてみせる。ウィナー、俺のコスモの方が少し上だったようだな。これが俺の実力だ。ドラゴンブレイベストブリザード。見えた、今だ！ペガサス！ビーサーキャン！何？全ての流星剣を見切ったはずなのに、このジークフリートの鎧に傷をつけるとは。セイヤ、あなたは私の、そして今、全ての人々の希望なのです。アテナ！セイヤ、わずかに残った俺のコスモは。今にも消えそうな俺の命を。かすかに残った僕の命を君にあげる。だからセイヤ。聞こえる、みんなの声が俺のコスモに響いてくる。ペガサス、お前はまだ。なんだあのコスモは。ペガサスだけではない、シリュウたちの、そしてアテナのコスモまでも。これが自分たちが正義と信じる者の持つ力というものか、それとも彼らが正義そのものだという証なのか。何をためらっているのだジークフリート、早く始末してしまえ。聞こえぬのかジークフリート。
それとも死に損ないの剣を数発浴びただけで臆したのか。ふん、ならばこのヒルダが自らの手で始末してくれる。ヒルダ様、手出しはご無用。私は全力を尽くして確かめてみたくなりました。彼らが正義なのか、それとも。アテナを、アテナを救わなければ。今一度剣を交わせばお前は必ず死ぬ。覚悟はいいな。これで最後の決着がつく。全てが終わるのだ、ペガサス。俺はみんなの希望なんだ。アテナのために、心のコスモよ、今こそ究極にまで燃え上がれ。ドラゴンブレーベストブリザード、ペガサスリザーカー。これは流星が私の剣を押し戻している。聖夜がビッグバンを起こした。